ジェリージェリージェリーチェスおおいいねいいねだいぶ慣れてきたねそんな俺のこと好きな いえお前その言い方はお前しかも二人きりなんだから車でちょっと俺も言うの恥ずかしかったもんね二人きりで車の中で二人きりでその会話やばいよね、はい、なんか最近書かれてるよねそうやってあなんか二人がダメですはいだろちょっと思うもんね、はい、恥ずかしくなってくるな意識しちゃうよな二人でいや別にそんなことはないですけどでまあ今日さまたまたま視聴者の皆さんあの今日さ、はい、ちくさの方に出かけとったら、はい、ここめっちゃ有名なお菓子屋さんですよって言って教えてくれたところあるんですよ、はい、これ本当なんか貼ってあったな俺ちょっと、まあ、多分インスタにの用の画像も撮らせてもらったインスタも上がってると思うんですけどあ、はい、小林のね練り替え道場のって、はい、これ弁天って弁天弁天弁祭って弁これめちゃくちゃ有名ですね、多分今めちゃくちゃ有名、はい、そうもうインスタ映え確実みたいなそうですそうですインスタ映え確実な女子私毎日楽しいの表現したいみたいな女子だろそうですだろあ、弁財天ですね弁財天ねはい私今日も弁財天行って女子力アップしてるまあ話戻すんですけど本当の社長と社員の関係はい、でどうなんだろうってやっぱ視聴者の人が気になるんじゃないかっていうことで、はいまあ、実際行って、はい、まあちょっと隠しカメラ的にお前がさりげなく手でこうやって持つかそうですねこういう感じで、はい、でこういう感じで、はい、あ俺もいつもこうやって携帯持ってるからあでこういう感じで音だけ拾ってる感じでしょうかそうですね、うん、中に入れるとこれだとバレちゃうでしょ確かに、うんつけっぱなしだった的なさすがに厳しいですかいや厳しいでしょいいものつけてるクリエイターとしてはい面白いなるぞこれ視聴者皆さんまさかの、はい、超みんながカメラ回ってないでございもう超冷たいマジ意外にアウェーだったり意外にアウェーでまあ最後にお菓子出して、はい、で天皇陛下にも献上されとったと、はいあ、そうなんですかそう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 、それが1500円したあーであこれいちごが3種類あってはいまあ甘王と、はい、お茶とでその天皇陛下に献上されてるやつって恐ろいいじゃないですか1個1500円だったのまあいいやそれはってだって行って高かったぞ大福700円とか500円とか600円だぞそうですねやばくねはいうわ高えと思った行ってアルコール持ちの方がいいかなと思ってねよし会社着きましたよ、はい、会社着きましたよ、うんまあ、おしゃれな会社だろおしゃれですね、うん、これ見るたんびにいつも思うわそりゃじゃねえよなうち、うん、だけど、うん、もうほんとやっぱね、まあ、別格って言ったらあかんけど、まあ、もちろんみんなすごいね、はい、いろんな会社さんあって、うん、だけどまあ自分の会社だからねやっぱ自分が好きだから自分の宣伝になっちゃうけど、はいやっぱ別格だと思うよその辺の塗装屋と比べたら俺はそうやって思ってるし、うんまあ、他社さんもそうやって思ってるでもそれぐらいじゃないとやっとれんしね、うん、そうですね、うん、やっぱ自分のところのサービスが一番いいと思うとお客さんのところで提案できんじゃん、はい、うんで嘘隠しひったくれもなくやっとるから、うんまあ、マジで本当そこで揉めるぐらいだからね社員と職人がね、はい、うんこんなことやれんぞ言ってあそうですねそうそう本当にそうじゃん、はい、結構こだわりはすっごい強いだろ、はい、職人がはいで営業もだってやっぱそういう子が残ったやろ、うん俺も本当に平気で言うもんな別にどんだけ営業力やってもやめへんじゃないって言ってそういうことをきちっとできないなはい、うん、第一はやっぱお客さん喜ぶことでしょってそうしたらやっぱコロナにも強いじゃんはいわかるかなこれ視聴者の皆さんどうですかなんかインナー着てないんですかインナー俺インナーなんか乳首しか着てねえって乳首以外がインナーじゃないと思ってる俺はよしじゃあ行ってみようか、はい、最初これ置いとくわなお前ちょっとどうやって隠しようするのそんな状態だったらお前まずいでしょはいもうさりげなくもう仕掛けちゃうこれどうせ音声拾ってるもんねはい持っとるよりも仕掛けちゃう仕掛けるあ置くってことですかポンってテーブルの上があわかりました、うん、知ってるわ、はい、分からんちょっと何気づかん、まあ、まさか
さちょっと出とり乳首がむっちゃ立ってる人にお前笑いすぎだしとってもめっちゃ立ってるやばお疲れ。お疲れ様です。戻りました。お疲れです。有名なやつ。食べようよ。ありがとうございます。うん、食べよう。わ、フルーツ大福じゃないですか。わ、これめっちゃ有名ですね。あ、マジ？知ってる、はい。めっちゃ高いですよ、ここ。そうそう、めっちゃ高かった。5000円もしちゃう。ビビった。食べよう。ちょっと休憩しよう。はい、じゃあまあ休憩しよう。見て、なんか元気ない、疲れてる、どうした、忙しい、大丈夫です、忙しい疲れてるね。あ、マジ食べれんの、食べれんの。あ、俺出たから、出たら、出たらできる。休憩する時間ないか、休憩する時間ない、忙しい、お前が手伝ったらよ、はい、お疲れ、お疲れ様です、ありがとう、はい、ありがとう、編集してます。あ、何の編集、テラギスさんの、テラギスさんの名前になってます。あ、テラギスのやつ、あ、いいじゃん、いいじゃん、一人で行ってきた、一人で行ってきましたね、そう、はい、あ、何、あ、ど、何撮ってきた、養生と、うん、あの車買いました、あの車買いました、ね、ああ、お前カメラ気づいてるだろ、多分そう思った、だからそんなハキハキ喋らんもん。バレちゃったな。嘘、お前バレるなよ、行くかよお前。いや、なんかもう終わりかけかな、いや終わりかけで、こっから仕掛けで撮ったんだけど、私は機嫌悪そうだったんだ。お前がバレたもんね、お前そこ食べとる雰囲気がバレるように撮ったから、俺も絶対バレるこうやってやってた。食べるまでですか、ね、声だけ入ってるんだよね、そっちの方が足元だけとかつっとって、いや、なんかみんな反応薄いなと思って、これ何のせいかな、これが事実だわ。伊藤食べようよ。いや、あいつなんか絶対ハキハキ喋ってたもん、絶対しとったもん。めちゃめちゃハキハキ喋るやん、ほんとに。いや、これ見られてるなと思って。失敗かよ。はぁ、これほんと生きたまんだね、レナシュート。ちょっとレミちゃんピーピーしとったもんな、今日は。なんかピーピーしとったもんな。結構カフェイン中。いや、やばいでしょ。姉柿だね。え、柿うまそうだったけど、ガチガチ嘘ですね。どれがいい、もう先に選べや、女子から。さすが、何ボス。いや、好きなやつから選べや。いやいや、本当に本当に、みんな柿だね。ネタにさせていただきますんで、ケーキやとどん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 で、あいつはいいカメラマンだから。それがすごいから。あ、じゃあ先、え、じゃあ選んで、お前がや、お前が言ったきっかけでな、みたいな感じで。超高級。いや、有名、瀬戸か、瀬戸か行っちゃっていいですか。女子しとるねー。何ですか、瀬戸かって。高級みかんだって。へえ、ね、どうしよう。A 型は本当に泣き虫ジョニーだな。泣き虫ジョニーだな。泣き虫ジョニーだな。選べて。あ、また泣く、また泣く、ほら、本当。もう選べて。かけるだけで、スポーツだよ、絶対。甘おで。じゃあ、2回行こうかな。やらなきゃ2回行くかってこれだけ横に切らなかったもんね。説明しなかった。よし、ちょっと来てみるよ。来たとこ見て。いただきます。じゃあ本当天皇陛下に献上されるっていうからね。そうだけど、その献上されるやつは柿じゃない、それ専門店の人がね。みかんもっとえ、これをどうする、
って縛ってシュッてやったらいいじゃん。下に下に置いて、紐でその上に置いて、ちょっと待って、いやいやいや、ちゃんと真ん中じゃなくていい？俺結構いらないから真ん中じゃなくていい？こう、うん、それでギューって引っ張ったら多分いいんちゃう？引っ張るんですよ、うん、思いっきり。おお。おお、すごい。おお、何いた？カキいた？いけたんじゃない？いやー、レイちゃんやびそう、カキ。俺もやカキ狙っとったの、やっぱ違うね、俺たちね。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、はい、うん、わー、あ、いいでしょ、いいでしょ。よっしゃ、俺さんもね、すごいよ。私、相性がいいわ。これだけは横だな。はい、横なので、難しそうですね。これ難しいなって。え、別に縦にしちゃいいか、いいか、こう見てるか、こうしちゃいいんだよ、こうしちゃいいんだよね。お、すごい、完璧。いや、これ絶対おしゃれじゃない？映えるんちゃう？うわー、おお、お前の声、妻風のお前の声。よし、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。伊藤なの？じゃあ次。わー、これいいわ、ちょっと。あれですね、インサート撮らないといけないですね。テレビ的な。リンゴ硬そう。リンゴだね、硬いんだ。いや、かなと思って。うん、おお、綺麗、すごい、すごい。お、リンゴいいやん。あ、一応も硬そうだな。いった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 。おお、あ、一応は綺麗。すごいですね。いただきます。やっぱみかん美味しくなかった。美味しくないんですか。いや、みかん一番嫌だなと思ったんだ。みかんって、なんかみかんか。多分全部そうだと思います。リンゴはリンゴ。いや、みかんね、みかんだ。パインかっこいいやつの。ちょっと何言ってるかわかんないです。うん、うん、まあ、どう、普通にあんこの方がいいわ。あんこの持ちどうかな。全然いいこと言わないじゃないですか。実際どう？実際どう？対俺に対して、俺ってどう？社長って、あの、話しやすい、話しやすい、誰と同じぐらい話しやすい。いや、もう何でもいいよ、視聴者が分かりやすいです。お母さんが教えてます。お姉ちゃんレベル。お姉ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、兄弟のくらい。兄弟のくらい、なんで俺の兄弟上がったって。おかしいだよ、知ってますよ、ほら。ごめんなさい。いいよ、いいよ。お兄ちゃんのように喋りやすくて、そうですね、お母さんのように心が優しくて、うん、お父さんのように強い愛情を持ってると、はい、そういうことだね、はい、全部自分作ってるじゃん。ハンドル上がったよ、ハンドル上がったよ。で、俺に全然やった人難しい。どう、俺ってどんな人、視聴者に説明するとしたら、本当にこういう人ですよっていうの。え、なんて言ったらいいんですか。毎日会うようになって、の中では、うん、え、すごい、すごい人。すごい。まあ、改めて、すごいな、社長しか思わない、うん、あ、すごいな、社長と思うな。前も、視聴者聞いた？前も前から、うん、まあ距離を離れてるけど、まあでも、うん、まあ本社のことだね。そうですね。で、俺はまあ社長室にいたね、その頃は。で、まあたまに上がってきたりして、ちょっとチャ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 って言ってる感じだよね。でも職属の上司ではなかったね。そんなアドバイスもらったとか、うん、ちょっと接点があるとかあんまなかったんですけど、うん、でも、うん、いざという時はなんか話してくれて、うん、あ、すごいなって、うん、なんとなくどうやって思ったんですけど。泣かないでください。でも、ほんと、もっとすごいなって。うん、マジ？なんで、なんで言わないと。それちょっと嬉しいな。あ、でもすごいな、なんか、こっちも悩んだ末に、改善というか、
こうしたらいいんじゃないかなって思って、社長に話すことでも、それを超えた提案をしてくれるんで。ああ、そういうことか。な、そんなの思いつかないよって。最後残っとるぞ。最後。完全にこいつだからもうさ、カメラ回るときに気づいとるのに、はい、今日の編集はほぼほぼ絶対こんなに嬉しいでしょ。はい、じゃあ最後、社長はあれですね、たまにご飯を食べる人ですね。ちっちゃいんだよ、これ。どうすの。じゃあ最後、宣伝なんですけど、求人道場か、求人道場が今何社超えた、ね、結構来とるね。500社超えたでしょ、言って多分超えてるね、うん、で、まあ、掲載は200社ぐらいなんで、ぜひ求人マッチも無料なんで、ぜひそういう方見に行ってくれたら、200社も出てるから、近所とかね、いいところで、個人事業主がなかなか求人出せないようなところも無料だから出してるんで、そちらの方も、ね、はい、職人さんを見に行ってください、はい、でもう一つは、その外塗装のマッチングって言って、塗装をやってますんで、はい、気になるわ、恥ずかしいな、ちょっとお客さん来ましたんで、まあ、外塗装のマッチングは、まあ、またこんな話します、はい、またねー。